あそちらを使ってクロス、そしてシュート来た、入ったばかり、川村詰めてました。柏中に入ってきた、カットインから狭いところ、川村のシュート、一人少ないサンフレッチェ広島、途中出場川村拓夢がチームを救いました。アディショナルタイムに入って一層ボルテージが上がったのは広島サポーター、川村が狙っていった、川村が狙っていった、入るか、入るんだ、川村だ、すごい。川村ズバッと入れて満田、前を向いた満田のフィニッシュ。います、柔らかいボールを上げていました、ファーサイド荒木、グローリーカット、うん、ヘッド決まった、ゴール、決めたのは27番の川村。広島です。さあカウンターのチャンス、ゴール前にはビエイラがいる、シュート放った、決まった、ゴール、3点目。裏返した3列目から川村だ、東から川村、川村背負って使って森島来た、前線、さあ抜けてきました、ボクサイ左足のシュート、前川ダイヤ、入ればウェリントン、ルキアいますからね、はい、おー入れ替わった、川村が行く、川村ドリブル、スペースがあるぞ、引きつけてエゼキウだ、エゼキュー、もう一回川村、川村の左足だ、さあセンターを割った広島、うん、塩谷から川村だ、ナイスタッチ、川村のシュート、野津田で取ってスルーパスで川村の左足、うん、ワンタッチでさばく、ワンタッチで前を向いた、ここ野津田のボール、うん、面白いダイビングゲット、ナイスキーパー、ここも菅野、また菅野、長木が後ろから行きますが、おお抜けてきました、川村拓夢、川村のシュート、ポスト、川村低いボール、先制サンフレッチェ広島、直接フリーキック、なんと川村拓夢今シーズン2ゴール目、呼ぶ棚田、その後ろで川村来た、川村のシュート、低いボール、コース変わった、ここも菅野、